マリア・クレメンティナ・ソビエスカは、イングランドの、老ン王、ジェームズ・フランシス・チュアートの妻。ポーランド王ン三世ソビエスキの長男役プルドビク、ソビエスキと、プファルツ先帝公、フィリップ・ビルヘルムの娘、ヘイトビヒ・エリーザベトの間に生まれ、当時のヨーロッパでは、資産家の娘として知られた。マリアがジェームズと婚約すると、彼に、後継者が生まれるのを恐れた、ジョージ一世は、 結婚に反対した。ジョージの依頼により、神聖ローマ皇帝カール6世は、結婚のため、イタリアに向かうマリアを捕らえた。マリアは、インスブルックの城に留め置かれたが、警備兵がマリアを逃がし、ボローニャにたどり着いた。1719年9月、モンテフィアスコーネの聖マルゲリータ大聖堂でマリアは、ジェームズと結婚した。ローマ教皇クレメンス11世は、二人を、 カトリックのイングランド王夫妻として扱い、ローマに滞在するよう要請した。教皇は二人に教皇庁の警護兵を与え、ローマに邸宅とアルバノに別荘を与えた。カトリック教会からも1万2000クラウモの年金が与えられた。マリアとジェームズには二種が生まれた。若新王、チャールズ・エドワードとヘンリー・ベネディクトである。二人の結婚生活はうまくいかなかった。次男ヘンリーの誕生後、 マリアは一人ローマの聖チェチーリア修道院へ身を寄せた。彼女は夫の不定を訴えたが、ジェームズは夫と子供を置いて出本したことは罪深いことだと反論した。二人が和解するまで2年以上かかり、その間彼女は沈みがちになり、祈りの生活を送った。マリアはわずか32歳で1735年に亡くなった。彼女は王族の礼をもって、 ローマのサンピエトロ大聖堂に葬られた。教皇ベネディクトス14世は彫刻家ピエトロ・ブラッチに命じて聖堂内に彼女の彫像を作らせた。ありがとうございます。